おはようございます。おはようございます。本日はこちら沖縄県立武道館に来ております。いやー、沖縄上陸しましたよ。そうですよ、沖縄ですよ。暑い、暑いよ、ね、暑いんだよ。冬でこの格好って確かにすごくない？だって昨日サンタさんが来てたのに、そう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 、半袖でもいいもんっていうか、カメラ回してる人今半袖だもん。いや、ほんと暖かい。ほんとね、さすが南国、はい、なんで今日は沖縄に来たんですか？はい、今回はですね、はい、まあコロナの影響で、うん、まあ剣道のね、大会が全部なくなっちゃったじゃないですか。そうね、もう高校生に関してはもうインターハイと選抜とか全部もう中止になってしまった、流れました。はいはい、のでね、まあ、今回こう先生たちが、まあ、こう生徒のためにまあ何とかしてあげたいという気持ちで今回大会をやることになったんですよ。だってあかりちゃんとかあれでしょ、インターハイとか出てたじゃないですか、うん、どうですか、その気持ちとかってやっぱ辛さは分かりません？でもやっぱり高校生って選抜大会とかインターハイに向けて稽古するっていうところがやっぱ目標の一つであるので、そう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 、もうそれがやっぱなくなるってすごい本当に悔しいと思うし、うん、はい、3年生にとったらこの大会が本当最後の試合だと思うので頑張ってほしいです。いや本当ね、うん、もう3年間そのために頑張ってきたみたいな感じですからね、うん、そうですね、ね、本当に、はい、まあなのでね、うん、今回なんと、はいはい、このまあ剣道まっしぐらチームもね、はい、まあ、なんとかね、まあ、僕らもこう協力してしたいなっていう気持ちで、うん、まあ、僕らお手伝いをさせていただくんですけれども、はい、そしてさらに全試合を生配信ライブするということになったんですよ。すもうね、北海道でも見れる、はい、YouTube で、はい、同じ時間帯にこういっぱい全試合会場とか、そう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 、そう同時生配信なんで、すごい、だからその配信中のあのマッシュグラーのところに飛ぶとライブ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 みたいなのがいっぱいこう流れるみたいな、だから8試合を同時にずっとやっていく。今回ね、無観客開催ということでこう、うん、ご家族の、ね、うん、方がこう応援に行きたいけど行けないっていう方のためにぜひ、まあ、見ていただけたらいいなっていうふうに思ってます。それすごい、すごいです。そうなんですよ、今実感湧きました。いや、すごいでしょ。そっか、家族とかもやっぱ見たいもんね。そう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 、はい、もういい、いいちょっと遅れて実感が湧いたみたいでございますけどはい、ね、頑張っていきたいと思います。いきましょう、はい、じゃあ早速我々もちょっと手伝い行きましょうか。はい、手伝い、なんかやれること何でもやりましょう。今日リーダーいないんですか？あ、今日ね、そうだ、忘れてました。実はリーダーはこれなかったですね。まあね、今64歳、はい、もうすぐ65歳ですからね、コロナにもかかりやすいし、うつしやすい、ね、まあ高齢者ということでね、はい、まあ、今回はお留守番、お留守番、はい、なってしまいましたけど、でも若手チームで頑張って頑張り上げていきましょう。はい、はい、じゃあ早速手伝いですかね、行きましょうか。行ってきましょう。はい、行ってきます。行ってきましょう。はい、わかりました。でもなかなか結構さ、うん、重要仕事だよ、ね、うん、これだってさ、あれやね、あれ貼るんだ、あれこれ、これです、あ、それだ、じゃあちょっと止めてもらって、これ、どかします、あ、出しましょう、開いちゃってる、いや、まだだよね、これ今何やろうとしてるの？これを貼ります。これ、あ、はい、これを貼りたい、はい、大きく横に、あ、じゃあこれ手伝ってもいいのね。はい、そうです、これをこれ折れてきたらインシロックで、あ、インシロックでいきますか。あ、どこやったら、ここで行くってことじゃない？でも確かにそれで固定はだいぶされると思うんですけどね、全然やっぱインシロックやってみて、はい、広げて、そうだったら、はい、画鋲できるんです、はい、ナンプルナイザーで引くパターンだなぁ、おー、うん、え、これめっちゃ長い、これ握りますかね、あ、でも握りない、足りない、
はみ出ますね。はい。どうしましょう。もう一つバトンがここに絡んだやつがあるんですけど、じゃあそれバトンに直接やりましょうか。そうですね、それ、はい、とりあえず移動が可能そうなので、あそこはもうつけてもらっていいと思います。あの引っ張ればできると思います。はい、はい、1、2、3。 あ、OKOK。 センターは、センターは今両辺センター9、10、10でしょ。多分ここがセンターになると思います。そうかもね、一回あんま決めちゃったけど。決めちゃった。大丈夫、動く動く。ごめんなさい。でもなんかもう一個のこれを変えるだけでこんな大変なんだっていう実感が。できました。できました。なんかでも最後までこれをガチャってやんない方が良かったみたいで、やっちゃったけど大丈夫かな。じゃあ切るしかないですね。切るしかない。切ってもう一回やるしかない。なんかでもこんないっぱいの人がやって準備をしてるんだなって思うと、なんか今まで当たり前にこう試合をしてたから、なんかちょっとすごいなって感謝しない。いろんな人が協力してね、準備できるわけですからね。そうですね。ちゃんと試合が明日できるといいです。でもこれこんな紐で取れないんだ、すごいね。いやもうインシュロックは本当すごいですよ。インシュロックっていうの、 また結束バンド。僕めっちゃインシュロック信頼してるんで、怖くてこれだけだって。すげーやだ、すごいね。気になっちゃいます、ね、あそこ後で直そう。もうちょっと、いいシロップを。また上降りてきてるから気をつけてね。はい、国旗から取り組んでみましょうね。あ、はい、国旗から、国旗から国旗を先つけるということですね。はい、いや、旗は何個つけるんですか。こっち1個だけなんです。1個だけ、じゃあセンターですか。センターでセンター、ミスターセンター。はい、ミスターセンター、うん、任せてください。センターはセンター決めればいいですね。今ですね、はい、こんな形で今ちょうど、舞台の上とイメージしてて、はい、こちら後ろの方にあのテーブルを並べてですね、女子の優勝チームのトロフィーとか商品をこっちに置く、男子の優勝で準優勝置く、準優勝置くという形でちょっと何列かあのこういうテーブルの上に置いてるような形で、それを部門ごとに優勝チームに渡す品物だけをそのテーブルに置くという形で並べていきたいと思います。はい、まずあの一回段ボールから出していただいて、でその縦、書いてある男子3位とかですね、書いてありますので、それを確認してそのテーブルにどんどん置いていくという作業をしたいと思います。はい、はい、一旦回ります。これは横並びですか。はい、横並びで、ここに一応書いてある男子、ここに女子、まずそれで分けた方がいいんじゃないですか。男子ここで、女子のじゃあ向こうに先持ってくね。はい、そうした方がいい。そうするとですね、ここは書かれてないんです。女子だった。大きい、こんなのもらえるんだ。女子準優勝、女子3位、多分女子同率3位、3、これ準優勝。優勝したらこんな大きいの、すごいね。縦わかんない。縦トロフィーっていうか、
ちょっと待って、ちょっと待って。あ、できた。そうか。そうっす。やばい、なんか楽しくなっちゃった。ね、本当に。あ、ありました、女子優勝が。はい。じゃあ。あ、女子持ちたい。はい、女子持ってください。重いですよ、頑張って。嬉しい。この酔いながら楽しみ。なんか、運ぶだけで優勝気分を味わえます。オッケー。これは、どうですね。わあ、大きい。これどうすんの。わあ、すごい波がいる。この服から出していただいてですね、これもビニールとか、この、はい、保護用スポンジをですね、こっち箱に入れといてください。はい、わかりました。暑いですね。すごい。すごい。3位でこんなに大きいんだ。すごいな。立派だね、これ。立派ですね。本当、インターハイも選抜もなかったから、結構、なんかこの大会を考えてくれた方、素敵だなって思います。でもやっぱ出られないチームもあるみたいだから、ちょっとなんか複雑な気持ちですけど、入らないねえ、入なんでだろう。さっき入ってたのにな。綺麗にやってないよ。なんか私めちゃくちゃ大雑把なんですよ。なんかこれはなんか、パズルみたいな。やってください。お仕事。あれはだ。まだ、まだ、まだ、かかり。うわ、やっぱ。うわ、でかい。これでかっ。かっこいいですね、これは。これ、この袋からは出さない方がいいですか。もう全部出しちゃう。出して、出した袋はしまって、はい、わかりました。はい、これを出して出してください。箱を一回下ろします。え、あ、ちょっとちっちゃいんだ。サイズ感がほぼ一緒な感じがしたんですけど、あれだね、サイズ感ほんとまとめ押しかぐらいちょっとずつだね。ほんとだ。これすごい。これがこうだ。あ、できた。やばい、向こうもう全部終わってる。遅い遅い、急がないと。先生にサボってるって言ったらダメです。そういうことか。あ、来た。え、これでいいんだ。特大サイズだ。特大サイズ、すげえな。うわー、すごい。こんなの持ってみたかったな。家にあるインハイ3位のなんかものはあるの？メダル？こんな感じ。でもなんか、建物を、なんか写真では建物はその下にその箱も置いといてもらっていいですか。はい、そのテーブルの下に。
足入れてます。さあ、かなりでかいトロフィーですけれど、どんだけでかいのか。でかいね、これ。これはでかいトロフィーですよ。これに全部入ってるかも。いや、じゃあ、チャラチャ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 。すごくない？せーの、うん、うわでっかでっか。こんなコースですよね。ほんとにでっか。なんか色ですね。あと立てこれ立てましょうか。立てましょう。最初に触っちゃって大丈夫かな。袋のまま行こう。はいはいはい。気をつけて。はい。立ってるよ。はい。これこっちの方がいいかも。縦よりも。気に隠れちゃうから。もしかしたらこっちが優勝がいいのかな。ね、こっち優勝、準優勝にすれば両サイド多分左右対称で、あ、はい、入れると思います。すいません、こっちに。じゃあここで、はい、優勝のテーブルで準優勝のテーブルにしましょうね。はい、じゃあこれでお願いしますね。これじゃあこれま取らない方がいい。まだ今、はい、置いていってください。はい、だいぶ立派ですね、このすごいですね。すごい、さすが。すごいな、男子団体。かっこいい、優勝させてあげたい。思い出残りますね、こんなもらったらね。すごいな。今年最後にすごいいい思い出になりますよね。でしょうね。本当に頑張ってきた3年生もまた気持ちが切れないで頑張ってたと思うので、うん、そこをまた優勝チームはですね、それぐらいの価値はあるんじゃないですか。これもらってもいいんじゃないですかね。誰の手に渡るのか楽しみですね。めっちゃ言うじゃん。なんかでもこんな風に、うん、なんかちゃんと手伝えるのが嬉しいです。なんて言うんだろう、試合見てこう口だけでなんて言うんだろう、言うのがあんまちょっと嫌だなって思ってたから。なるほどなるほど。一位になった感じがするね。ちゃんと手伝えて動けるっていうのは嬉しいです。うんうん、なんかでも私家にある、うん、なんかずっと昔なんかトロフィーみたいなのがあって、うん、うん、市内がこうあるじゃないですか。わかるわかる。あれはなんか愛犬が、なんかこう愛犬と遊んでた犬がポンってなって、市内降りちゃって曲がりがちだよね、あの市内ね。本当になんかそうだね。でもどんなのが、うん、67なんですよ。うん、普通77ですよね。そうだね。ですよね。1個足りない。1個足りないの。ここに銅4、あ、銅6って書いてて、銅8なんですよ。じゃあ77になるはずですよ。うん、そう、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 しかない。8人なわけない。ここ8と6って書いてるんですけど、実際1個足りなくて、こう数が1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,9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 8,89,90
持ち帰ってもらう。はい、じゃあお願いします。やばい、なんか今日本当になんかもうこういうのほんと嫌なんですよね。ほんと嫌だ。
すが。めっちゃ暑いです金7、銀3だ。優勝、準優勝、準優勝、はい、準優勝、準優勝、あと全部優勝ですね。これ、どうせだったら見せたいよね、これ、これを。なんか、わかんないですけど、こうやりたくないですか。確かにね。そう、そう考えると、この白いのをちょっと。あ、でもこれ、傷つかないようにしたのかな。そうなんですよ。じゃあ、まあ、この羽だけに。オッケーいただきました。ありがとうございます。見えるようにしてあげて。はい。オッケーオッケー。すごいね。こうして、これで、こう戻して、うわほらかっこいいじゃないですか、うん、これをこうですよ、こうですよ、うん、はい、よいしょ。確かに見栄えがいいよ。いいですよね、うん、これが銀なんで、銀もこうして、で1個開けて、チャララッチャ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 ララッチャッチャッチャララッチャ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 ッチ。はい、じゃあ一回置きましょう。プルウェア取ります。わあ、大きい、すごいね。もうこれ身長ぐらいあるね。いや、はい、身長ぐらいあります。身長ぐ、どの子の身長ぐらいなのかわかんないですけど、まあ、運ぶとき慎重にね。 ありました。はい、この市内。あ、運ぶとき慎重にね。はい、わかりました。前聞き逃したからって、意外やらせてもらって。ちっちゃいな。そうなんです。男子とサイズ一緒なのかな。どうな、え、でもこれ持ったときの取れそうじゃないなんか。はい、じゃあちょっと持ちましょう。え、普通に握っていい。うん、これ普通に握ってもらえる。軽いですよ。え、楽しい楽しいですね。楽しい。だってこんなの持つことないもんね。あ、優、あ、そうか、優勝こっちか。シンメトリーか。なんかマグロを釣った時の、はい、なんていうの、なかなかでしょ。はい、気持ちで、こういう、そうですね、翔平と全く同じのできる。え、どう、上がりたい、見て。え、楽しいです。なんかこれ欲しい。え、すごい。これもらったら家のどこに飾ってですか。あ、これまだ取らなくていいです。あ、取らないんだ。玄関、玄関に、うん、ではなんかあれだね、中国のなんか貴族みたいな、なんていうんだろう。なんかわかる。なんで中国って、え、こういう感じじゃない、なんかほら中華街とかにありそう。あ、中華街にね、うん、確かに。なんかそんな感じ、色がね、うん、赤だしね。赤だし、そう、中国雑技だ。え、これももらって、これももらって、これももらうね。そうそうそう、贅沢だな。ですよね。すごいな。持って帰るのは大変ですよね。ね、そこは郵送になると思うんですけど。